こんにちは、こんばんは、です。今回は絶望ガイタナの絶球に行きたいと思います。ほんで、最初、こちらのデッキでね、絶望ダンディズムデッキでやってたんだけど、竜多めの混合だったんだけど、なんか今ね、竜デッキになってるんだけど、まあ、ラスゲーであとね、何千足りないぐらいが多かったかな。で、一応竜タンも一回だけやってみたんだけど、ラストの、やっぱりアンデッドとかダメマスでやられることが多かったかなということで、で、こっちでね、宝刀かな、自分用のクイマスを敵用のダメージビーノスに変えるよっていうのを入れてたんだけど、他になんかそういうコマいたなと思って、でも忘れてたんだよね。そしたらこれゾライクがいたことを思い出して、この子をトップでやっていこうかなと思いますよということで、アズでいいかな、アズでいこう。フレンドだったアズ、シャイタン吸収する方ね、シャイタン、織田信長とかかな。でレグスとかもいいかなって感じかな、はい。で左上の2ターン後のこのコマが特殊攻撃を300パレ返してくるコマを2枚召喚してきます、カウンターね。で右下が4ターン後に3枚特殊と通常攻撃を150パレ返してくるコマを出していきますよと、最大3枚だね。でダメージビーマスはとりあえずスキルを発動できるマスと、なるほど、スキルを発動できるマスと、あとは相手にダメージ当たりますってことで、まあいいかなと。あれブランゼタひっくり返せるようなところに置いてほしくないな。オッケー、これが多分ね呪いをもう出してきたね、早いね。手駒に3枚以上呪いがあるとこの駒は出してくる可能性があるので、これ怖いね。こっち置くか、クオンそこじゃないよ、召喚されるとこ。あ、でもありかも。で、クモの右のところの封印マスがダメージビーマスになってるとそっちもね、発動できるようになるんで、これどうしよっかな。そっちで行くか。オッケー、これは大きいよ。どうやら招かれざるお客様の、下に置くなよ、下に置いちゃうと次ブランジェッタの駒が、オッケーオッケーオッケー。あ、どっちにしろ1枚しか召喚されないね、毒が。なんかもったいない。オッケーオッケー、はい。で2枚捨てていくよと。 OK。 でこれもやっぱりこの罠とか含めちゃうと帰ってきちゃうんで、 OKOK、 2400かな。これ結構ね HP 残ってる方だと思うんだけどね、これで結構削られちゃうからね、呪いで。よし、とりあえず OK。 はい、はい。で続きましてバトル2でございます。運ゲータイムでございます。これね長引くとね結構大変だったりするんだよね。はい、やっていきましょう。バトル2ステージ2で、ここはとりあえずハテナマスいっぱいあって9ターン、こっちだけ混乱のなんだ、でずっと吸収してくるので400、600、1000、1600、1800、2000でずっと2000、そっから。最悪ですね、最悪ですね。でよくね右上の初手攻撃力アップするところと、そこのフイマス今言ったところに初手置いてくるパターンがね結構多いんだけど、
おいっていうかあの子ひっくり返してどうすんの。オッケー、そこならオッケー。でもね回復マスを踏みたいね最終的に。ナイス踏みます。これ1000ね。お待たせしちゃったかしら。ラドラで行こう。回復マス行こう。オッケー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 。まあ、ラドラを回復好きなんでね。はい、ちなみに HP 的には十分あります。1万9000では十分、1万5000ぐらいは欲しいかなっていう体感はある。1万2000の時にあと相手4000削ればって状態だったのと、あとここね初手にシャイタン引けてると危ない。まあ、最初ドライクは置くんだけど、あいつ攻撃力高いからね。残念。これがまあアンデッドですね。攻撃力の一番低い駒を呪いにしながら次一番高い駒出さなきゃいけないっていうかね、大変だ。これはラッキーで、ドルシー。でもドルシースキップっていうのね、発見した方がいて、その本当にすごいよね。はい、でここでとスキルが発動できるマスなので、ここでねシャイタンが手駒にいると2200食らっちゃうんだよね。それがねくっそ痛い。金三郎、せめて骨三郎で。これどうしよっか、盾でやられちゃうもんね。でこれだと吸収だとどっちにしろあれだから、オッケー。でも斜めで来てくれればねあれなんだけど、よしで一回だけ回復マス組めるんで、いざ参ら。オッケー。あーそのそこのクオンは悪くはないか。そんなに急がなくてもいいのに。そこだと隠れるそっちだよね。そっちだとそこか。だからそこだと横にしか打ってこれないから、あ上にも置けるか。上にも置けるね。ダウンデズム。オッケーオッケーオッケー。でそこやって下やったら右踏めるから、今アンデッドだよね。だからここ置いて、ただ相手下に置いてくんじゃないかな。我が輩のボディ、あそっち。なるほど。あと上に置けるね。オッケー。ダンディズム。時を変える恐ろしさ。どうでしょう。どうでしょう。はい。でここ耐えれば。でこれ3000だよね。イベット発動します。 OK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 、まあ、HP やっぱりね1万5000以上あった方がよかったね。よしぶっ潰します。こっちでぶっ潰そっか。ほなよし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 、いいね。刹那クオンと刹那のいいとこ見せれた。スクショ取っとこう。ありがとうございます。我が輩のボディ。オッケー、これ2枚落ちてくれてもいいよね。それぐらいの難しさよ。ありがとうございます。で次ちょっとデッキ見ましょうか。はい、デッキ見ていきましょう。先ほど使っていたデッキはこちらでございます。デッキ名を今週末はダンディズムに変更いたしましたということで、言ったっけ、ガイタノが拳に宿るダンディズム、あ言ってないね。であのスキル
言ってたと思うんだけど、バトルさんでね、初手で言ってたんだけど、それがね、あの最初今週末はダンリズムっていう風に聞こえて、こいつは何を言ってんだと、来週末おめえ何なんだっていう風に言ってたんだけど、拳に宿るだったんだね。でもまあこう聞こえちゃったんで、今週末はダンリズムデッキで挑戦してみましたということで、ちょっとね、勝てるぞ勝てるぞっていうのに集中してたんであれだったんだけども、ゾライクの自分用の封印マスをダメージビーマスに変換、まあ、場所がね3箇所あると思うんだけど、そのこの子によって発動できたマスっていうのがあるので、右上に最初アズを置いたところも発動できたと思うし、左にアズを置いてたのは斜めだったっけ、斜めだったっけな、まあでもあのスキル発動できるマスにねしたりとかっていうので、かなり良かったんじゃないのかなと思うので、ゾライクはかなり強いね。ゾライクって何ガチャで出たんだっけ。でも封印マスだから希望の歌ガチャかな。まあでもゾライクはかなり良かったね。でセツナも、セツナはねコンボスキルあれだったけど、クオンが今回つなげられてかなり良かったのかなと。でバトル2のラドラの吸収がこれ1100だけど、おそらく1200か、こいつ1400か1500ぐらいまでいくよね。なんでこの子をバトル2で吸収できて、で HP を確保してっていうのができるので、でフルカスもスキルマだともうちょっとね回復できるし、初手でね、初手とか、まあ、早く打てれば HP も削れるのでかなり良かったのかなと。でイベットが今回うまく残ってたんで、まあ、いい感じにカウンターできたのかなというふうに思います。でガルロスはコンボスキルは竜デッキなので今回は使わないんだけど、スキルがねかなり優秀なのでだいたい2倍かな、なのでこの子は入れておりますよと。この子は決戦でね取れる子だね、ガルロス。でこのウルガルドも同じく、まあ、コンボスキルは使えるんだけど、まあなかなか難しいよね、30倍かね。でもまあスキルが強いので今回入れていましたよという感じかな。はい、でブランジェットはうまく召喚できたら嬉しいなと。でこっちのマスティマは今もゲットできないよね。だけど50倍から 1.9 っていうのがめちゃくちゃ使いやすいってことで入れてるのと、で間が多いのでこっちのマスティマも入れてるよという感じでございましたということで、まあ、見事ね、もうかなり、まあ、最難関だよね今回の絶望イベントのガイタノだったんだけれども、一応こちらのデッキで、クリアすることはできたので、まあ、良かったなというふうに思います。まあ、参考にねしていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで今回は絶望ガイタノの絶級に挑戦してみました。今週末はダンディズムデッキでね挑戦してみました。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。